いやー皆さん、中世の人生シミュレーションゲーム、ザ・ギルド3プレイ動画へようこそやろう。やっていきましょう。現実逃避シーズン2続きやっていきたいと思います。彼が中世ヨーロッパの世界に逃げた僕です。僕は現在、自分の自慢を皆さんに聞かせている最中です。いかに自分が素晴らしい人間であるかをね、大自然に向かって自慢してます。聞いている人は誰もいません。森に対して話しかけてんのかな？エモいね。エモすぎるよ。エモすぎる。エモすぎるけど何の意味もないぞ。前回作った家、新居、ペンキの無駄ですね。今から引っ越しましょう。ペンキの無駄どこだろう？あったあったあった。家屋ペンキの無駄。ペンキの無駄を押した後に、建造物アクティビティから、住居を変更するを押すことによって、引っ越せます。簡単でしたね。で、家族がレベル上がってるんで、とりあえず、カリスマ全振りでいいかな。何も考えてません。で、進めていきましょう。今回の目標をまず決めましょう。あ、その前に状況確認かな。現在お金が4221で影響力616ですね。とりあえずね、階級上げていきたいんで、今回は自由市民かな。お金は7650と影響力が800必要みたいですね。どっちも多分溜まりますね。自由市民は普通の市民と上流市民の中間にあたる階級である。これによって事業所の数が増えることはないみたいですね。ただしガードマンが雇えると。上流階級に近づくわけですからね。狙われる身になるわけですから。だからガードマンが雇えるようになるっていうことかな。事業所の数増やしたいよね。お金貯めたいからね。事業所の数増やせないんだったら、薬草学ツリーも進める必要ないんで、今回はただひたすらね、お金を貯めていきましょう。それと前回作った、副作用ありで、主製作りたいんで、黒いちごを一番最初の薬草小屋から輸送したいんですよね。これはもう水はいいや。全員ハーブ作ってくれ。あ、これ違う違う。どっか一つで黒いちごを集めてもらいたいんですよ。これでいいかな。バックトゥーネイチャーで黒いちごを集めてもらって、で、その黒いちごを、この調合所でね、持ってきてもらおう。経路作成。まずは、バックトゥーネイチャーですね。ここで、黒いちごを、積むっていうか、まあ、運ぶんですね。で、副作用ありで下ろすと、多分こういうことだと思うんですよ。あの市場でアイテム売るのと同じ要領でね、やればいいわけなんで、これは売るじゃなくて下ろすっていうことだと思うんですよね。40個積んで40個下ろすと、でセーブ で新規ルートで決定かな。で野原が集まれば、あと水、水か。水はまだいいや。野原と黒いちごが集まったら水も、近くの井戸で汲んで、主生を作りましょう。主生はベリー類から得られ、純粋なアルコールとは異なり、特別な揮発性物質を含んでいる。近年の研究の結果、学者らは、
その物質を命の息吹と呼んでいるようですね。怪しすぎる。怪しすぎるぞ。じゃあそんなこんなでね、話を進めながらね、お金を貯めていきましょう。その間に状況確認を続けていこうかな。他の一族を見てみよう。勝利ポイント。今のところ我々の一族がぶっちぎりで1位かな。伸び率がパないな。結局のところ事業所の数がそのまま、もう力みたいになってると思うんですよ。我々が今事業所の数で4分の4で1位なんかな。で、2位とか3位は多分3つなんじゃないかな。で、ビリは2つとかそんな感じでしょうね。コメントによるとですね、薬草学、まあ、儲かりにくい、その、職業みたいなんで、で、本当はならず者とかのがいいみたいなんですよ。ファーストシーズンでやってた、あれ元でゼロでいくらでも金稼げますからね。ああいうのを選択した一族がこれからガンガン伸びてきそうですね。こうやってね、今の私みたいに、どっかから品物持ってきて、輸送して加工するっていうことしなくていいわけですからね。生産が中断された。なんだろう、あ、ラベンダーがないんだわ。調合ハーブが27あって、水がありすぎるから、とりあえずハーブティーにして しちゃおうかな。で、なくなったらラベンダー詰めてもらいましょう。あとでね、もう全部沼地植物の根に変えたいね。これめんどくさいからね。で、そんなこんなでもうお金がね、6234まで貯まりましたね。お金7、いくらだっけ ?7650 か。貯まりますね。影響力のが時間かかるような感じかな。800まで。バックトゥーネイチャーは今、黒いちご集めてる最中か。まだ納品してませんね。納品してないっていうことは、配達人は多分また生産が中断されたみたいな表示が出てくるかな。とりあえず行ったり来たりしてるだけですね。こうやって街の世界見るのもいいね。暇だからね。今だからユーザーインターフェース消して見てみましょう。なんかこの配達に美人じゃない？俺の嫁よりも綺麗なんじゃないの？いや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 、そんなわけない。俺の嫁はね、あの女神ですからね。菱川諸信だっけ？もう見返り美人図的な美人ですからね。この世界マジで綺麗ですね。夏やっぱいいな。ザ・ギルドン3の世界は。まだこれでアーリーアクセスですからね。ただ 0.9.8.81 だっけ ?8.1 だっけ？あ、帰ってきた。だからもうほとんど できてるんだよ。あとはバグ取りとか追加のアップデート、内容のね、付け足しぐらいだからね。なんかこの調合所？調剤薬局、薬局的な場所かな。これおしゃれだよね。この苔蒸してる感じいいよね。苔じゃないや。グリーンカーテンっていうの。おしゃれすぎだな。センスありすぎるよね。まあそんなこんなでね、だいぶ時間かかったから、あ、やっぱり、運送人が攻撃ルートを完了できなかったと。やっぱダメでしたね。お金は貯まります。ただ影響力がなかなか貯まりません。あれ、ガブリエリーエンパイア。なんでそんな顔になっちゃったの？その頭ないでしょ、何それ。
その帽子何？ベアトリス。ベアトリスやっぱ後ろから見るとめちゃくちゃ綺麗だよな。ガブリエリーエンパイアはどうなんだろう。やめろそういうの。なんだそれ。ガブリエリーエンパイアもう大人になりましたね。大人になったらもうとにかく自慢してもらうしかないな。やることないもんね。ガブリエリーエンパイア功績を自慢するですね。でサブリナエンパイア今何もやってないから なぜなぜ何もやってないんでしょうね。まあ、とりあえず外に出て。なぜサブリナエンパイアは外に出て遊んでくれないんだ。とりあえず市場で箱でも積み上げとくか。まあ、学校に行くってのもありなんだろうけど、金かかるからね。金貯めたいですから。で、このままやっていきましょう。それまで飛ばそうかな。お金は、貯まりつつありますね。あ、そうだ。金ちょっと、いっぱいあるから、ありすぎるから、アドオンで、副作用ありのアップグレードやろうかな。なんか、すごいな。ツリーが多いな。豊富だぞ。で、スロットが、16か。16回しかあげられないんだね。よく考えてあげないとね。まず、労働者増やした方がいいよね。これ絶対いるからね。1200まで払って、3回アップグレードしましょう。建物燃えても嫌だから、これも2つ入れたいな。もう無に返してしまうような状況だけは避けたいんだよ。だから病害防除もね、一応取っときましょう。2つぐらい。で、残り11か。建造物安全性も、これも取っとこう。で生産力は多分これいる。間違いなく。まず労働者取っちゃおうかな。あら。で、お金がなくなりすぎましたね。やめましょう。一旦やめとこう。で、進めよう。でお金が7000ぐらいまで貯まったら、あ、なんだ。まだ黒いちご持ってきてくれないの？もしかしてまだ黒いちご積んでないのかな？ あるある。そろそろ運ぶでしょ。運んでもらいたいですね。影響力も800になってきましたね。Get ready. あ、今取りに行ってますね。来ましたね。入ったね、今。あ、減ったわ。黒いちご持っていってますね。あ、なんか途中で止まってんな。あー、これ違うわ。ここに今走ってんのが運搬人なんで、黒いちごが、あ、家族のレベルが上がりました。ガブリエリーエンパイアだな。おばあちゃんになっちゃいましたね、15歳で。横から見ればみんな綺麗ですね。で、どこ？ここ。ここどこ？毎回わかんなくなる。ここだわ。で、そろそろ水も集めよう。水はどれぐらいいるんだっけ？水1ですね。ここ水汲むって選択しないの？え、水どこから集めんのこれ。この近くに井戸ある？これ俺ん家だよね。
井戸のマークってどれ？あ、井戸。井戸は、港井戸ですね。港という名前の井戸がありますよ、あそこに。なんか、うまいことやればね、あの港という名前の井戸で水集められそうな感じなんですけどね。どうしようかな。この輸送人に水を、ついでに集めてもらうってできるかな。港ってあれだよね。井戸だよね。港で、これだと持ちきれないんだよね。持ちきれないから、バックトゥーネイチャーで、黒いちご20集めてたけど、これ消そう。港で10で、副作用ありで、水選択して、これで水マイナス20か。これでいいんじゃないかな。で、新規ルート決定ですね。このルートには現在輸送人が利用可能なものより多くの空きインベントリースロットが必要です。嘘でしょ？だって20/20じゃん。空きインベントリースロットアップグレードみたいなのないの？わからん。まあ、いや、進めていきましょう。もうアップグレードできるんでね、自由市民になりましょう。Your tireless efforts have earned you a new title. で、次は上流市民ですね。上流市民になればようやくね、事業所の数が一つ増やせますね。ただね、まずは、この副作用ありで、まともにね、その薬を作って売りたいんで、それ達成してからにしましょう。そういや、役所で働くとかできるみたいなんだけど、やり方がわかんないんだよね。ギルドメーカー。ギルドなんてあるんですね。自由騎士ギルド。守護、保護、そして信仰。騎士の栄華と栄光の時代は、大砲と雇われ傭兵の出現により、過去のものとなった。かつては強い権力と権威を誇った。数々の騎士団も解散。雑処理係に成り下がるなど、浮き目にあっている。しかしながら自由騎士団は、騎士の理念を放棄せず、新時代にも概念適用している。何をやってるんでしょうね。あとは啓蒙者ギルド。どっかに所属したいな。最も謎に包まれ危険な組織が啓蒙者ギルドである。このギルドの構成員は世界の終わりが近いと信じており、この終末を早めることこそが彼らの神聖な使命であると考えている。オカルトですね。歪んだ信念を持った狂信者の集まりであり、最終的に他のギルドすべてを壊滅させることを目標にしていると。ある意味勝利ポイントに一番近づけるんじゃないの。会員特典でステータスにボーナスが入るみたいですね。盗賊ギルド。前回のね、ロールプレイではこれ選びたかったね。盗賊ギルドの構成員は、ガイネが善良で真っ当な市民である。しかし、陰では陰湿で非合法な手段を使って金銭的な利益を得たりもしていると。商人ギルド、入るんだったらこれかな。このギルドは裕福な商人による、なんて読むでしょうね。工場組織であり、事業を助け合い、協力を通じて大きな影響力と繁栄を達成することを目指している。素早さプラス 3%。運ぶ速度が速くなるんでしょうね。で、交渉時のボーナス、高く売れるんかな。
会員、一応現在3人いると。ただライバルの派閥の人たちではないみたいだね。フリーメイソンギルド。フリーメイソンは建築業者と技師による結社であり、その起源は遥か古代に遡る。本来は各地の大きな建設現場を渡り歩いた熟練工の共同体として組織されていたが、今日では知識を秘匿して秘密にして町の秩序を保つことが主な目的となっている。もうこれもオカルトでいろいろネタにされてる、あのピラミッドの上に目のあるあのフリーメイソンですよね。建造物の老朽化-25%。 フリーメイソンってもともと石膏ギルドみたいな感じだったから、建物を直す力が高いのかな。建造物安全性+2、防火+2と。なるほどね。でどうやって入んだろうね。入り方だよね。はい、入るっていうのがわからん。Production has been halted. 生産が中断された。これちゃんと機能してるかな。1番、2番、3番の順番でいけばね、いけるはずなんだけどな。何が中断されたんだろう。あ、ここか。まだラベンダー集めてる最中か。もう水消費しないといけないからね。レベル上がったんだ。サブリナエンパイア。もうみんなカリスマ上げときましょう。で、ニートエンパイアはまだお前そこにいるんか。あ、ちゃんと人に対して話してる。まあそりゃそうだけど。もうめちゃくちゃ上がりまくってな。5、6、7、8、9、10、11ぐらい上がりましたね。相当強くね、自慢。やばい、もう家がどこにあるのかわかんない。俺んちどこ？なんかそういうの、キーとかありそう。あ、あったあったあった。あと水だな。あと水だけだわ。野原集めてもらうか。で、進めよう。とりあえず彼女をね、追跡しましょう。で、今バックトゥーネイチャー入ったよね。あ、帰っちゃう、それで。それで帰っちゃうのか。いや、水積まないじゃん。水集めてもらいたいんだよな。あ、酔ったわ。あの、港という名前の井戸ですよね。あー、来た来た来た。で、これ水あんじゃないの。あ、水ある。っていうことはもう、主勢が作れますね。Very good, Master. Why not?いや、一歩前進ですよ。主勢が作れれば、事業規模増やして、コウモリの血を伝染病病院で集めれば、小麦を買えばね、スタミナポーション作れるからね。で、そうなると、売り値が爆発的に上がる。236っていうね、今までのしょっぱい売り上げとは全然違うから。このポーションを飲めばしばらく、の間移動速度が上昇するだけでなく、病気への耐性も向上する。だが、信頼できる薬師の助言は心に留めておこう。あまりこの薬を飲みすぎると、遅かれ早かれ依存してしまい、ゆくゆくはビールよりもスタミナポーションを好むようにすらなってしまうだろう。ドラッグでしたね。スタミナポーションって、あらゆるゲームで一般的に普通に飲むけど、この世界ではドラッグでしたね。ただね、高く売れますからね。これ作らざるを得ない。あの、スタミナポーション作るのは次回ですね。今回は主勢をね、貯められるだけ貯めましょう。野原はたくさんあると。水がちょっと足んないから後でね。従業人に持っ
ってきてもらうしかないね。それまでね、飛ばそう。で、ガンガン飛ばしながら遊んでいきましょう。あ、そうだ。建物もね、定期的にね、建物定期的に修繕しないとね、壊れちゃいますからね。まあ、壊れたり燃えたりしますから。あとは、ホームスティンキーホームか。ジョージエンパイア、大人になってんな。なんでガーリーレコードになるんだ。食いすぎだぞ。やばいメタボだな。えぐすぎる。ジョージエンパイア、お前も自慢していてくれ。ジョージ。じゃあ進めましょう。で、次の上流市民になるには影響力が1500と、お金11400か。役所仕事。ああ、これ多分、ニートエンパイアを押した後に、外交かな。交易ミッション。最初は、書記官とか情報屋とか、っていうの、門番かな。から始まって、もうどんどん上にね、アップグレードしていくんですよ。で、最終的には市長になる感じかな。ファーストシーズンはなんやかんやで市長になったんだっけな。結構上の方に行ったと思うんだよね。まあそんな感じかな。で、進めていこう。そうだ。もう子供たちが大人になったんだから、結婚相手を探していてもらわないとね、家族がね、血筋が途絶えてしまわないようにするために、もうツリーをどんどんね、広げていきましょう。まずは跡取りである、ガブリエリーエンパイアですね。ガブリエリーエンパイアもね、結婚相手を今から探しましょう。求愛しましょう。顔面で決めよう。イケメンだな、イケメン。俺じゃん。パイロン、俺じゃないか。あとは金持ち。うわ、やだな、こんなの。こんな男と誰が結婚する、これ。やばいな、これ。レオナルド・ディカプリオになりきれなかった男みたいになってますよ。クレヨンしんちゃんの焼肉ロードの時のしんちゃんみたいな。まあ、盗賊だな。まともなのいないな。なんか持ってる。やたら氷砂糖持ってるぞ。アントニー。アントニーでいいか。アントニーやってみよう。何これは。交易の交渉をする。結婚ガブリエリーエンパイアとクラウンコルベットですね。あ、他の一族と結婚ってこと。なんかめんどくさくなりそうだね。どうなんだろう、勝利できなくなるんじゃない、こういうことやっちゃうと。取られたくねえな、うちの娘を。同盟関係を結ぶですね。やめよう、やめよう。そのやめよう。俺、ガブリエリーエンパイアはね、自分が選んだ男とね、結婚するんですよ。アントニーとね。アントニーに会いに行きましょう。アントニーどこですかね、今。アントニーはだいぶと、あそこにいたわ。一応成功しましたね。そっからが問題なんだよ。まず人物称賛しましょう。あ、うまい。交渉がうますぎる。次、甘い言葉をね、捧げましょう。
女から男に。あ、もうよ、これ結婚できんじゃないの。行こう。Yes, sir. I think you would make a good husband for me. And here today, in the presence of God, the joining of these two great houses in holy matrimony. May they stay strong, have many children, and continue to be shining examples of the fear of God and righteousness for us all.どういう状況？アントニー近づかないの？なぜそんな仁王立ちしてんの？ガブリエリーエンパイアが今ちょっと手を差し出してんのに。まあいいや。Yeah, you wanted to talk to me?今教会の中にいるんですね。二人の家をね、作りたいんだよな。市民階級の家を作ろうかな。金なくなっちゃうな。でも作ってあげたいよ。ちょっと大きめの市民住宅を今回作って、そこで終わりにしようかな。Good. Of course. Here I am. Good. で、アントニーの家ってどこなんだろうね。ペンキの無駄かな。あそこにみんなで住むんかな。それともホームスティンキーホームの方に行くんかな。家のスロットに空きがないとね、住めないからね。どっちに行くのか確かめよう。これはホームスティンキーホームかな。ペンキの無駄が見えてきてるからね。あ、そうだな。生産が中断された。何がですか。あー、もういっぱいなんだね。で、その後はハーブを作ってもらいましょう。違う。で、主精はもうどれぐらい溜まった？あ、結構溜まってるじゃん。輸送人の数増やしたいよね。主精はフロントストアに入れよう。で、フロントストアエリアのストックを増設しようかな。あ、だいぶ広くなったね。たまったらね、このガンガンフロントストアエリアを倉庫として使っていきましょう。で、たまに客が来たらね、買いますからね。で、これでさばいていこうかな。で、アントニーは、まあ、やっぱとりあえず自慢かな。あれ、自慢ですね。で、ガブリエリーエンパイアも自慢かな。で、こっから人海戦術で影響力をどんどん上げていきましょう。溜まりにくくなってきますからね。で、上流市民は次回かな。そうだな。お金を5600まで貯めて、家をもう一個足そう。で、家もう一個足したらね、それで終わりにしようかな。足す意味あんのかな。家のスロットないくつなんだろう。な、200って書いてあるよ。200分の4だよ。200人ここに住めんの？いや、それ住みすぎなんじゃない？じゃあ家いらなくね？家いらなくね説ありますね。家は後ででいいか。とりあえず、今回はこの辺りで終わりにしようかな。まあ、今日やったことは、調合所で主精を作れる状態まで持ってきました。
黒いちごをバックトゥーネイチャーで集めて、水を近くの港という市場でね、タダで持ってきてもらって、で、その後、集めた野原と一緒にね、調合して主精にしました。で、主精は、拡張したフロントストアで、おそらく誰かが来たらね、買ってくれるでしょう。で、いずれお金が貯まったら、上流市民になり、伝染病病院を作り、コウモリの血を集め、でそこからね、スタミナポーション売ればね、めちゃくちゃな利益が叩き出せると思うんですよね。236ですからね。で、そうなればね、お金が貯まりやすくなるから、重騎士とかね、純貴族とかね、費用が高いからね、17,500 とか、お金が貯まりやすくなるんで、対抗までいけるんじゃないかなと思います。そんな感じでね、ザンギルド3やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら、バイバイ。